はい、どうも社畜です。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今日やっていきたいことなんですけど、いや毎回どうもりシリーズでやってるんですが、閉店しているたぬき商店をスコップで叩くとどうなるのか、そこをね、今日は検証していきたいなと思っております。ちなみに初代のどうもりをやってる方ならご存知かもしれないんですけど、まあ厳密には初代のどうもりから E プラスまでか。実はね、店が閉まっててもスコップでつつけば、なんとね、明かりがついて店を開けてくれるんですよ。で、それが今回もできるのか、そこをね、確かめていきたいと思います。これ昔のどうもりでは鉄板でしたからね。ただ厚盛りなんですけど、昔の E プラス時代のなんか要素を復活させてることが多々見受けられるので、今回もしかすると深夜営業させられるんじゃないかと思いまして、ちょっと検証していきたいと思います。いやー、ちょっと楽しみだな。どうなんだろう。これで営業したらそれはそれで面白いけど、ただ難しいんかな。ちなみに飛び盛りではできませんでした。ただ E プラスではできましたね。さあ、ということでそろそろやっていきましょうか。いやー、こういう小ネタを検証していくの個人的にめちゃくちゃ好きですね。できるのかできないのかわからないみたいな。いやー、どうだろうな。ただね、やるのがちょっと緊張するんですよね。もし深夜営業できなかったらどうしようみたいな。まあとりあえずやっていきますか。さあ、何回か叩いて明かりがついたら成功なんですけど、さあ果たしてできるのか。いやー、これできなさそうやな。できないか。やっぱり飛び盛りと一緒ですね。マジでか。いや、深夜営業また復活してほしかったですね。まあさすがに難しいか。はい、まあとりあえずね、検証結果としましては以上になります。いやー、光る地面も復活してたから、もしかすると深夜営業も復活してるかなと思っていたんですが、復活してませんでしたね。ちなみに E プラス時代の深夜営業では、寝巻き姿のタヌキチがニャ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 って言いながら出迎えてくれます。もうなんか眠たすぎてなんか言葉を発してないみたいな、むにゃむにゃむにゃみたいな。いや、可愛かったね。てかその時思ったのは、タヌキチ、お前デパートで寝泊まりしてるのかって思いましたね。いや、マジで家ないのっていう。てかさ、あつ森の固定キャラって家ないよね。なんか施設で寝泊まりしてる気がするんだけど、大丈夫かな。プライベートないじゃん。特に静江さんとかさ、過労死しないか心配なんですけど、あれ本当に大丈夫なんですかね。すごく心配だからさ、たまには休んでくださいと言いたいところですね。あ、そういえば静江さんで思い出したわ。ケント君って今作どうなったん？今のところケント君の生存確認ができてないんですけど、もしかしてリストラですかね。あ、ちなみにケント君を知らない方に、まあ、説明すると、ケント君っていうのは静江さんの弟になりますね。多分今作出てこないよな、雰囲気的に。まあ、正直現時点では何とも言えないんですけど、多分出てこなさそうな雰囲気がしております。いやー、本当にケント君どうなんだろう。正直言ってさ、飛び盛り自体から影自体は確かに薄かった。役割も役割だったし、影が薄かったっていうのは否めないんだけど、それでもね、一作だけでクビっていうのはちょっと悲しすぎないか。静江さん出すんだったらさ、ケント君も出してほしいよね。まあ仕方ないって仕方ないのかな、そこに関しましては。まあもしかするとアップデートとかで出てくる可能性もあるし、ちょい役の可能性もありますからね。まだ完全に出ないと決まったわけではないので、少しね、希望を抱いて待っときましょうか。そういや、たぬき商店で思い出したんだけど、今回さ、たぬき商店って具体的にどれぐらいのランク存在するんだろう。最初はなんかいかにも商店って感じのところだったじゃん。で、今のところはコンビニってわけでもないし、なんかたぬき商店が純粋にグレードアップしたみたいな感じだと思うんですよね。で、次はどうなるのかなと。まあ飛び物の時だと、まあ、商店から、次はコンビニか。で、コンビニの次はスーパーで、スーパーの次はデパートみたいな感じだったと思うんですけど、もしかすると次いきなりデパートとかになったりするんか。
どうなんだろう、そこについてはまだわからないんですけど、デパートってそもそもできるんかな。島だけどデパートってなんかおかしいよね。合わないというか、なんというか判断が難しいところなんですけど、いやーデパート建てたいよ。デパート、今のところまだ誰もデパートを建てられたっていう、そういったね報告がないので、多分デパートできるとは思ってるんだけど、ただないっていうのが少し引っかかりますよね。多分何かしら条件が飛び盛り時代みたいにあると思うんですけど、まだねそれが分かってないのかな。割とね熱盛謎な部分が結構まだあるんですよ。そう、どういった基準でなんかでかくなっていくのか分からなくて、まあ多分ね、まあ、買った金額だと思うんですけど、まあ、買った金額プラス案内所を、まあ、そのグレードアップしてるみたいな、多分その2つが条件だと思っていて、であとはまあどんどん価格に応じてランクが上がっていくみたいなイメージを持ってたんですけど、正直言って現時点でデパートになったっていう報告がまだ誰もないから、どうなのかなっていうところですね。はい、まあそういったね話はさておき、ジャスティンがいますね。何気にジャスティンと話したの今初めてですからね。ごめん無視してて。はい、ということで魚政の後継者ジャスティンと話をしていきたいと思います。魚政もね引退しちゃったからな。ジャスティンってさ、魚政の孫っていう認識で合ってますかね。ウリは孫っていうことで決定してるんですけど、まあ、かぶり場の孫ですね。多分ジャスティンも孫じゃないかな。見た目はねかなり似てますよね。まあ、正直そこに関してはまだ情報が不確かなのでわからないんですけど、多分孫じゃないかなと予想してますね。多分年齢的にもさそうじゃないかな。お、なんかいるね。これ大物そうじゃない、捕まえる。これ大物な予感がするぞ。これ捕まえましょうか。いやー最近釣りしてないからさ、釣りもしていかないといけないですよね。マジでさ釣りしなさすぎて衰えてる気がするわ。最後に釣りしたのいつだろう、初日じゃないかな。そう、初日に釣りを何回かして、そこからもうずっとサボってますからね。いやーなんか今作の釣りさ、飛び物の時より難しく感じるんだけど、自分だけですか。何なんだろう、なんかすごく難しく感じますね。最初の方めっちゃ失敗してましたから。ただまあ慣れたら失敗はしませんよね。あー今作も頑張って図鑑埋めないといけないのか。図鑑埋めるのが結構ハードなんだよな。また図鑑埋めがマジで大変すぎるわ。魚と虫やらないといけないでしょ。まあ魚はねまだ簡単なんだけど、虫がね割と条件が厳しいやつが結構あるから、そこなんだよね。まあ魚に関してはそこまでなんですよ。ただ虫がマジで難しい。まあとりあえずね、島整備とかが一通り終わったら、まあ図鑑をねコンプリートに向けて頑張っていきたいと思っているんですけど、ただね島整備にまだ着手できてないからいつになるか分かりませんね。まあ、一応島クリエイターツールとか持ってるんだけど、まだね全然活用できてないっていう事実がある。今作マジでやること多すぎて手が回らないんですよね。もう本当に手が回らなすぎて困りますね。はい、ということでちょっと釣りをしてエンジョイしているわけなんですけど、いやーたまに釣りやるのいいね。なんか心が安らぐというか、いつもさ素材集めたりとか金稼ぎばっかやってるからさ、たまにはこういうなんか無の時間っていうか、趣味の時間というか、いや趣味ではないか、まあこういったねちょっと遊びの時間は重要ですよね。まあ人間たまには休んだり遊ばないとダメになっちゃいますから、やっぱこういう時間重要ですよ。てかさ全然スローライフじゃないんだけど、あつ森のコンセプトってスローライフじゃなかった？結構ストイックにいろいろやってますからね。特に金稼ぎに関してはもう次から次へと金が必要だからさ大変ですよ。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてですね、これからもあつ森実況、あとは最新情報の動画を上げていきますので、暇な時にでも見ていただければなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。